6さんの活動というのはそもそもなんでアートだったんでしょうか。店舗に入るところからワクワクした体験を現時点ではありますけれどもエコシステムが成立しているのではないかなということを考えています。で一方海外においてなんですけれども